J プロツアーは2006年より開始した全日本実業団自転車競技連盟が主催する自転車ロードレースのランキング制度である。ヨーロッパの UCI プロツアーをモデルとしてロードレース競技底辺拡大のため国内のアマサイクリストや子供たちにサイクルロードレースという競技を見せることにより多くのファンを増やし他のプロスポーツに匹敵する競技としてその 一般認知度を引き上げるべく創設された。かつての略称は J サイクルツアー。全日本実業団自転車競技連盟が任意団体から社団法人化したことにより2011年から J プロツアーとして新シリーズが発足した。J プロツアーに参加するチームは自チームから個人総合1位の選手を出すことを目標にシーズンを戦う。 また J プロツアーの個人総合1位の選手は J プロツアーリーダーと呼ばれ赤いルビーレッドジャージが贈られる。結果によって個人総合の順位が入れ替わるためリーダー争いは熾烈を極める。その他23歳以下の選手の中でランキング1位の選手には白いピュアホワイトジャージが贈られるなお J プロツアーでは地域のクラブチームから UCI 登録のコンチネンタルチームまで様々な携帯のチームが参加しているが、欧州でも活躍したプロレーサーやオリンピック選手なども参加しているので、スプリントやヒルクライムなど各レース熾烈なバトルが繰り広げられている。年々 J プロツアーのレベルは上がっているが、各レースの勝者や J プロツアーリーダーは UCI コンチネンタルチーム所属の選手が多い。 2021年より発足される新リーグへ移行するため、2020年シーズンを最後に終了する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、大会中止が相次いだため、2020年9月に新リーグ構想は一旦凍結の上で2021年シーズンも当ツアーが開催されることが発表された。その後、新リーグは、 ジャパンサイクルリーグの名称で予定通り開幕することになったが J プロツアーも2021年は継続されることになった2021年5月22日、6月12日の群馬 CSC ロード6月大会よりセレクションレース制度導入を発表 J プロツアーは個人での出場は原則認められていないが新型コロナウイルス感染拡大により出場機会を失った JBCF 非加盟選手に実践の場を提供する救済措置的な意味合いを持つ。参加資格は JCF または UCI の競技者ライセンスを保持し2021年 JBCF 非加盟かつ2021年プロツアーライダーステータスを満たす選手とする。ただし最大3レースまで JBCF 非加盟選手は 年間ランキング対象外のオープン参加扱いとなるが2022年の JPT ライダーステータスを取得する機会を得られる。以下に歴代の J プロツアーリーダーの一覧を示す。以下に歴代の J プロツアー団総合優勝チームの一覧を示す。ありがとうございます。